on drink. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things start getting real, guys. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit,私はここで同じ冷たい朝飯を再び食べている。私はコーンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き後で後悔することになる。しかし私はそれこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえお前がコーンフレークで口を切ったとしても、そしてお前がそれをもう一度食べようとすると口の中をさらに痛めてしまうので、それ以上悪化させないよう、それ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない。我が人生とこのかよばき口が呪わしい。私は遥か昔のこのような日を覚えている。瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい、そのバカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。彼は冬眠していると思うし、とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上に横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。